はい、こんにちは。テレビ改革党豊島区議会議員、葛田亮でございます。プルプリー辰巳様、レモンツリー様、ノンノン様、みかん様、アシュシュ様、乾杯様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。ケイママ様、マスミ様、ご支援、お手紙、ありがとうございました。物品等もいただいちゃいました。ありがとうございます。幸子様、葛飾ポスティングボランティアご参加、ありがとうございます。早速お送りいたしますんで、よろしくお願いいたします。ありがたい、ありがたい、皆様のご支援でございます。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。明日朝から入院で、切るのは14日朝から、だそうで、まあ、6時間ぐらいかかるかな、言われちゃいました。なもんで、今日の動画で、しばらく、お休み、いたします。動画上げるのね。何日になるかわからないんですけれども、生還できない可能性もゼロではない、そうなので、皆様、今までありがとうございました。ご支援いただいたり、ご視聴いただいたり、支部長の皆様もありがとうございます。デモに来てくれたり、署名活動してくれたり、いろんな人にお世話になりました。今までありがとうございました。公開してなかった2019年撮影のですね、火曜をアップロードしました。よかったらご覧ください。命短し恋せよ乙女もですね、まあもともとはオペラの幕間の恋の歌なんですけど、がん患者が歌うとまた違う意味になってきますね。黒沢明の生きるもそういう意味で使われたんだと思いますけれども、入院中は動画お休みいたします。入院がですね、合併症も何にもなくて一番早くて、まあ来週末ですか。まあ、合併症とかあるといつになるかわかんないっていうことなんですけれども、経過はツイッターのMK00350 でご報告いたします。生きて帰ってこれましたとかですね。まだ生きてますとかですね。ツイッターやってなくても見れますんで、よろしかったら、ツイッター MK00350 で、検索してみてください。よろしくお願いいたします。10月20日からですね、マイナンバーカードにですね、保険証機能を持たせ運用開始だそうであります。10月3日時点で対応病院は 7.4%。少ねえなぁ。まあ運用開始っつっても試験的なもんなんでしょうね。来年末まで、2022年末まで 100% を目指すそうなんですけれども、後藤厚労大臣。今の厚労大臣は後藤さんっていうらしいですね。より強い働きかけで早い普及を目指すと。病院にうったしぐ言うんだろうな、厚労省がな。まあ病院はですね、保険点数握ってる厚労省に逆らえませんので、まあ言いなりになるんだとは思いますけれども、めんどくせえなと思いつつ、ネットの反応です。みだりに持ち悪くなって言ってなかったっけ。これマイナンバーカードのことですね。また延期になるんちゃうの。しばらくは併用になるか。運転免許も一体化してくれ。それもありですね。いいと思うよ。顔写真付きで不正しにくくなるし。よくありますね。他人の保険証で受診して捕まるなんて事例ね。写真もないのに保険証が身分証明に使えたのがおかしい。今まで。まあ、そりゃそうだな。年齢もね、大体合ってれば、まあ、二十歳の人のですね、保険証を、60の人が、まあ、出すと、さすがにおかしいなってなりますけれども、10歳ぐらいの開きだったら、わかんないんじゃない？マイナカード普及で、行政の効率は格段に上がるし、脱税も減る。文句言うのは、不正を企む者だけ。まあ、これも一理ありますよね。スパイ防止法に反対するのはスパイだけ。脱税も減るっていうのは、紐付けされるから。この口座はどこそこ住んでるこの人、マイナンバーカード。マイナンバーは何々々の人の口座っていう紐付け、できからですね。マイナカード、反対は、防犯カメラに反対する連中と一致と。
まあ、あの、潜在的犯罪者ってやつですかね。来年度末まで 100% 普及っていうのが完了したらね、どんな小さい病院でもそれできるってなったら、保険証廃止になるんでしょうかね。したらね、マイナンバー普及率 100% になりますよね。まあ、誰しもが保険証は持ってるだろうから、犯罪者とか、不法在留者とかは別ですよ。まあそうなるならきっと騒ぐ連中出てきますね。普及率 100% になってマイナカードでもだけでも全然良くなっても保険証をなくすなーなんてギャーギャー言うやつが、まあ、出てくるとは思いますけれどもね。写真付きだから他人のマイナカードで受信できないですもんね。そういう人らはね。まあ、そういう人らは、反対する人らは、他人の保険証で、病院かかる気かよ。って言ってやると、黙ると思います。豊島区住民29万人いるんですけど、中国人の住民登録は 1.5 万人なんですけど、まあまあ、池袋北口なんかにいますとね、20万人ぐらいいんじゃねえのかな。池袋周辺に、中国人20万人ぐらいいないっていう錯覚にとらわれます。一人の住所、一人が、豊島区に住所登録してですね、住民となってですね、そいつの部屋に10人ぐらい住んでねえかって、私は常々疑っておるんですけれども、あとね、一つの保険証、顔写真なしの、それで10人ぐらいで、ね、使ってねえかーって、私は常々疑っております。池袋北口に行くたびに、写真付きの保険証なら、こういう不正退治できますよね。まあ、反対するのはそういう連中ですよ。顔写真なしで身分証明書に使える保険証廃止で、まあ、なりすまし、背乗り、灰乗りもしにくくなることも、まあ、大きなポイントですかね。あと他人の名前で金借りる犯罪であるとかね。管理社会ガーって、言うとは思いますけれど、左翼の連中、潜在的犯罪者の連中、言うとは思いますけど、一切管理されてなくないから、今でも。真面目な日本人、不法在留者とか、逃げ回ってる犯罪者は別として、普通のね、暮らしてる人だったらですね、住所とか、印鑑証明とかで、免許、運転免許とかで、がんじがらめに、管理されてますからね。一切管理されたくなければ、日本でない国のジャングルで自給自足するしかないな。ソロキャンするしかないな。どうせ何するにもですね、ネットカフェ利用するにも、住民票だの身分証だのの提出求められるんですね。あとクレカの審査とか、まあ住所から電話番号から言わなくちゃいけないしね。我々はすでに管理されてんですよ。大なり小なり。まあそれがダメとは言ってませんよ。これ管理がきつければ、まあ不自由だけど安全。管理が少ない。まあ、小さな政府ってことですね。大きな政府はですね、人民を、国民を管理、きつく従っけれども、安全、国民をがっちり守る。小さい政府は適当に管理してんですけど、それだと国民が自分で人民の身を守るようになる。管理されるのと、自由と安全は相反する。事案ですよね。今でもされてんだからさ、何でもかんでもさ、印鑑登録とかさ、車買うのだって住民票だの、印鑑証明だの、車庫証明だの、いっぱい出さなくちゃいけないでしょう。立憲衆院議員、生方幸男、73歳、千葉の人だそうであります。まあ、こんな顔してんですけれども、拉致被害者で、生きている人はもういないと発言し、まあみんなの前で喋ったんですよね。台の上でマイク使ってね、なんかの会合で。拉致被害者家族会と救う会、発言の取り消しと謝罪を求める抗議声明を11日、今日ですね、提出。すべての拉致被害者の帰すのために心血を注いできた被害者家族、支援者、被害者自身の生命に対する
重大な侮辱であり冒涜だ、強く強く非難しました。ネットの話なんで知ってんだよ。これね、北朝鮮の内情でしょう。その拉致被害者がもういない、生存してないみたいな、それは内部事情ですよ。それをこの産方がなんで知ってんだという意味ですね。まあ言っちゃえば仲間だから。この産方は北朝鮮工作員だからですよね、ですとしか思えない。まあこんなこと言っちゃって俺も名誉毀損にだなんつって訴えるかもしれないですけれども、まあ相手は国会議員ですから名誉毀損のハードルは高いし、どうせ俺すぐ入院しちゃうし怖いもんねえわもうええわあという感じで言っちゃいますけどね。どうして内情知ってんだよ、なんでそんな情報を野党議員が持ってんの、まるで直接聞いたかのような物言いだな。北朝鮮に言われたのか、いないって言うなら証拠出せよアホ。北朝鮮の政治家なのか、こう言えって北から指令があったんだろう。皆さん一様にこいつはスパイだ、あこいつはズブズブだ、というような感じですよね。鬼畜かよ、こいつを除名しなければ立憲の公式見解とみなされるぞ。立憲支持者もこういう連中なんだろうな、すなわち鬼畜と、まあ被害者の関係者とかですね、一生懸命署名活動やってる人間の気持ちを踏みにじるですね、鬼畜ども、立憲支持者もという意味ですね。国として責任取らせてないうちは終われない。北朝鮮に何らかのね、アクションをさせないと終われない、気が済まないですよね、こっちもね。キアヌ・リーブスがインタビューに答えて、こんなことを言っとりました。で、これが復讐に対する模範回答だなっていうことで、皆さん感心してたんですけれども、キアヌ・リーブス。最近はジョン・ウィックとか、マトリックス主演、3つやりましたよね。で、なんて言ってたかっていうと、復讐してもしなくても愛した人は戻ってこないと。復讐してもしなくても戻っては来ない、時間は戻らない、だったら復讐した方がすっきりすんじゃないって言ってたんですよ、キアヌ・リーブスが。これだとみんな感心してですね、そうだそうだという賛成がいっぱい集まっておりました。11日末の広市っていうんですか、白市ですか、広和でしょうか、わかんない。松野官房長官、すべての被害者が生存しているという前提に立ち、一日も早い帰国実現に向け全力を挙げて取り組む政府の立場と相入れず誠に遺憾と。遺憾で済ますね、遺憾でな。立憲をつついて、除名でも何でもさせないとさ、抗議文出したりさ、強く非難する、断固として反対するぐらい言えっつう、あるいはですね、人としてどうかと思う、人間性を疑うなんかもいいですね、非難する場合ね。産方幸男73歳北関東ブロック比例当選だそうでます。比例なんだからこいつの発言は立憲にも責任ありますよね。立憲がですね、こいつに対して何らかの措置をせずスルーしたならば、立憲全体もそう思ってやがんだな、産方の発言に同意なんだなっていうことになりますよ。発言の真意を問われたらですね、立憲はですね、説明責任、答える義務がありますよね。だって比例だから、党の名前でうがってるやつの発言なんだからさ。個人の暴走で切り捨てんだったら産方の除名が必要ですよ。73歳だから次の選挙には出ないつもりで言いたいことを言った可能性ありですね。もちろん北朝鮮の命令でね。北朝鮮にとっていいのは事件が風化してですね、日本人が被害者のことを忘れ去ることですね。73歳はこれをアシストをしてやがんな、そうはいくかって話なんですけど、生還できたらまた池袋で署名活動やりますんで、ご参加よろしくお願いいたします。富士山系最新調査、
9日と10日にかけて、調査したみたいであります。岸田内閣支持率は 63.2%、菅内閣末期の 42.3% から大幅改善、20.9% 改善しましたね。 1.5 倍になりましたね。産方みたいなろくでもないやつがいる立憲と共産の議席が大幅に減りますように、この勢いで選挙やっちゃってね、現在のあの衆院勢力なんですけど、自民、276、まあこれで過半数いってますね、立憲112、公明29、共産12、維新11、民民10と、まあこんな感じになっております。維新と民民と共産がまあどんぐりって感じですかね。靴沢の予想なんですけど、自民が横ばいか微増、つまり、270から280議席かな。そんなにあの倍増するほどいいこともやってない気がするんでね。公明29から25へビエン。これはですね、あの運動量の低下の話です。普段のあの選挙ですと、婦人部がすごいすごい動き回っちゃって、すごいすごいあのあちこちあちこち行ってですね、電話かけまくって、まああの今こういうあの情勢ですんで、それが思うようにならないということで微減するんじゃないか。立憲112から80へ、まああの30ぐらい変じゃないかな。112はなんぼなんでも多すぎっぺ。まあ、実力からしてもですね、変なことしか言ってないもんね。共産12から8に、これはあの、4年前に比べてですね、まあ、あの、支持者も減ったし、お金も減った。ああ、ということを鑑みて。維新11から20、まあ、躍進しますよ。自民も嫌だけど、立憲共産はとんでもねえわ。あと公明も嫌っていう人の受け皿になりますから。民民10から15、まあそこそこ増えると、いうのが私のあの予想であります。当たらぬも発見、外れるも発見、ということで、まああのあんまり信用、私を信用しないでですね、私はこう思うってだけですからね。まああのどっちも外れる発見なんですけど、我が党はテレビ改革とは力不足で衆院選出馬できませんでした。いつか必ず国政に進出します。まずはですね、あの、10月31日開始の葛飾区議選で、まあ、あの、地道に足元を固めて、固めたいと思うんですけど、それまでは私、あの、出歩けるようになってっといいんですけどね、歩行できるようになってっといいんですけどね、という話であります。まあ、そういうわけで、明日から動画、しばらくお休みいたします。生存確認はツイッターの方でよろしくお願いします。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。